さて、参りましょうか。足元も悪くありませんし、少し歩きましょう。エデンへ。少々、足が遠のいていましたが、致し方ありません。あそこには父上が作った研究所もありますし、何か力を御すためのヒントがあるはずです。どのようにこの強大な力を刺激し、利用していたのか。恥ずかしながら、今の私には全く見当がつきません。情けない限りですね。何がです？うん、ああ、すみません。そのようなことを考えつかなかったもので。ま、思い出すべきに値するような話は全くと言っていいほどありません。そもそも、一般的に考えるような普通の親子とは、何もかもが違いますからね。ええ。あなたの父上は、どうだったのですか？どうしたのです？この話は終わりにしましょうか。少しこちらへ来てください。あなたは私と出会ったことを後悔していますか？本当のことを話していいのですよ。良い返事です。もし首を横に振っていたとしたら、どんなお仕置きが待っていたことか。おや、まんざらでもなさそうですね。ご所望であれば、ここでしつけて差し上げましょうか。なるほど。では今日は趣向を変えるとしましょうか。あなたがしてほしいと思うことをして差し上げますよ。さあ、言いなさい。それだけですか？いえ、二言はありませんよ。では、手をこちらへ。その間抜けな顔、おやめなさい。私の連れている女性らしく、
凛とした立ち姿をしてくださいと言っているのですよ。まあいいでしょう。慣れていただくためにも今後は頻繁に手をつなぐことも検討します。あくまでも時と場合を考えて、私が良しと判断したらの話です。過度な期待はしないように。さて、戯れはここまでにして、エデンへ入りましょう。入り口はすぐそこですよ。ついてきなさい。ここまで崩壊していると。そんな。来たか。ようこそエデンへ。Thank you.